ワレンティン・モルダフスキーは、ロシアの男性総合格闘家、サンビスト。ルハーン・シク州のボプスコフ出身、ヒョードルチーム所属、ゲンベラトル世界ヘビー級暫定王者。2018年の世界コンバットサンボ選手権、欧州コンバットサンボ選手権で優勝すると、2020年の世界コンバットサンボ選手権、ロシア国内選手権でも優勝を果たした。 アマチュア総合格闘技で6戦五勝5の戦績を残し、2015年にプロデビュー。2015年12月29日、ライジン初参戦となった、ライジンファイティングワールドグランドプリー2015、埼玉 3DA ズサラバの縁で、内田雄大と対戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。2016年9月25日、ライジンファイティングワールドグランドプリー2016、 無差別級トーナメント開幕戦の無差別級トーナメント1回戦でカール・ワルブレックソンと対戦し3から0の判定勝ち。2016年12月29日、ライジン・ファイティング・ワールド・グランド・プリー2016無差別級トーナメントセカンドラウンドの無差別トーナメント2回戦でシモン・バヨルと対戦し3から0の判定勝ち。 2016年12月31日、ライジンファイティングワールドグランドプリー2016、無差別級、トーナメントファイナルラウンドの無差別トーナメント、準決勝でアミル・アリアック・バリと対戦し、1から2判定負け、キャリア初黒星を喫した。2017年7月14日、ベラトル初参戦となった、ベラトル181で、カールス・スマヌダファと対戦し、3から0の判定勝ち。 2020年8月21日、ベラトル244で、ロイ・ネルソンと対戦し、3から0の判定勝ち。ベラトル世界王座獲得2021年6月25日、ベラトル261のベラトル、世界ヘビー級暫定王座決定戦で、ヘビー級ランキング1位のティモシー・ジョンソンと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。王座獲得に成功した。 ありがとうございます。